あの人が来ている。構いやしない。そうよ、あの人は芝居というものを信用しない。いつも私の夢を抑える。早く死ね、早く食われ。ところが夕方になると敵は奇跡的に持ち直した。ところがそうじゃないの。そうじゃない、夕方になると今度は私が猛烈な敵。カラスの声までしわがれ、弾丸が私の城へ運命の到来するのを告げようとして。ママ、私の手紙読んでくれた？手紙？手紙にも書いてあったでしょ、私やっと健康になれたのに。ですからニーナの役を返してほしいって言ってるんです。枕。私はカモメ。いいえ、そうじゃない。こんばんは。声も何人姉妹だったかということもみんな忘れられてしまう。可愛い妹たち、私たちの生活はまだおしまいじゃないわ。